農道とは、日本の農村地域において、農業のように供するために設けられた道路の総称。一般には、土地改良法第2条に基づく農業用道路のことを指す。栃木県における農道の標識農道は、道路法に基づく道路の区分ではないため、農道としての所管は、国土交通省ではなく、農業を管轄する農林水産省となる。 農作業を行うために農地などに設けられた道路で農業用道路を略した用語である。農道は一般の自動車も通行することができるが通行権の制限がある。一般道路は乗用車、トラック、バスなどの高速自動車が通行するのに対し農道は耕運機などの小型車やトラクター、 コンバインなどのように大型でも低速度の農業用機械が通行するほか農作物などの運搬のためにはトラックのように高速自動車も通行するため高低速混合交通となる。また農作物の収穫、肥料などの運搬に際してはトラックなどを道路脇に自由に駐停車させて積み下ろし作業を行う必要がある。このため 農業交通形態の特殊性を考慮した規模構造となっている。つまり、自動車交通量のうち農業にかかるものが過半を占める前提で、道路構造が設計されている。土地改良法に基づいて建設される農道は、道路法の適用を受けないが、その機能や路線配置によっては、道路構造例に準拠する。また、道路標識や、 交通信号機などの交通管理施設は、道路法、道路交通法、標識例により規定されており、一般の行動と同様に、信号機やガードレールなどの交通安全施設等も設置されている。農道に見られる道路標識の中には、無理な運転をしないでください。農耕車注意、トラクター横断注意など、原則を促す標識が設置されていることが、 特徴的である。土地改良法に基づく土地改良事業、独立行政法人緑資源機構法に基づく農用地総合整備事業、特定中山間保全整備事業、またはふるさと農道緊急整備事業により造成された道路であって農道として管理されているもの。ただし、道路法第7条第1項、または第8条第1項により都道府県道、 または市町村道として認定された道路は含まない。農道は地元市町村の要望により事業が計画される。事業規模により都道府県が補助事業により建設するが完成後には地元市町村に移管し農道台帳に記載した後市町村が農道として管理することとなる。また農道台帳に記載された農道のうち 市町村が管理する一定要件の農道については、その延長に応じて、普通交付税の投資的経費の補正措置が講じられている。農道は、農業用資材の搬入、農産物の処理、加工、貯蔵、流通施設への集荷、あるいはそれらの施設から、市場、消費地への輸送に利用される期間的農道と、補助への通策、農産物の収穫、防除作業、 搬出等に利用されるなど、農業活動に直接関わりを持つ、補助内農道に分類される。農道は、それを整備する、事業名称により分けることができ、都道府県が、補助事業により建設する、都道府県営事業によるものと、その他に分類される。秋田県大型村にある、農面農道大型東部線ガソリンにかかる、税金である。 揮発油税を使って整備された農道。通常ガソリンの取引には揮発油税がかかるが、農林漁業用機械に消費されるガソリンについては、それを免除することになっている。しかし、取引の際にそのガソリンが何に使われるのかを。 確かめるのは現実的ではないため農林漁業用機械に消費される分の揮発油税に相当する額を財源として道路を整備することで揮発油税の免除に変えているこの事業を農林漁業用揮発油税財源身代わり農道整備事業といいその道路を一般に農面農道と呼ぶ農林漁業用既発輸税財源に代わり農道整備事業は 1959年頃から農林漁業用に使用されるガソリンは仕事上の必要経費として税金を免除してほしいとの要望が強まってきたために農林水産省が補助事業として立ち上げたものである背景には昭和初期まで一般財源に組み込まれていたガソリン税が1953年の道路交通法改正によって 国道や都道府県道を整備するための道路、特定財源に回されることになったことにより、当時、日本の主力産業であった農林水産業への恩恵が少なくなったことにある。農村地域に散在する農地を一つの団地と捉え、収出化、加工プロセスの一元化などにより、産地としての市場競争力を高めることを目的とした農道。都市に対する環状道路もしくは、 幹線道路に対するバイパスとしての機能を持つこともあり、農村における生活水準の改善に資するとされる。この事業を広域営農団地農道整備事業と言い,い、その道路を一般に広域農道と呼ぶ。また、富山県などスーパー農道の故障が主として用いられている地域もある。都道府県が行う農道網の機関となる農道の整備を行うもので、 広域農道、農面農道以外のもの。この事業を一般農道整備事業と言い,い、その道路を一般に一般農道と呼ぶ。地方債を財源とした地方単独事業で都道府県が行う事業と市町村が行う事業がある。集落間、または集落と機関的公共施設等との間を連絡する農道等を整備するもので、この事業を ふるさと農道緊急整備事業といい、その道路を一般に、ふるさと農道と呼ぶ。なお、1993年に創設された本事業は、2007年までの、次元措置となっている。農道の総延長は、2013年8月時点での、農林水産省の農道整備状況調査によれば、173,659。 キロメートルにも及び、国道の総延長の2倍以上の長さがある。また、舗装率は36.1%で、農道全体の57%は、福音4メートル未満である。農道の一部が、都道府県道や市町村道へ転換されたり、2009年に行われた事業仕分けにおいて、農道事業が見直しの対象となり、2010年以降は、 新規箇所の着手は見送られることとなったことから、農道全体の延長は短くなってきている。継続中の箇所については、新たに制度化された交付金により工事が続けられることとなった。ありがとうございます。